たまちゃんは、普通は玉井会長は社会の中でもステータスは高いんですけども、でもちゃんとわざと言うことによって、同じ子どもたちと目線で同じレベルで接しようというように、自分からフレンドリーに接する一つの呼び方だと思います。彼にルーティンはありません。いらないですか？わかりました。昨日はツイッターの元日本代表と、会談したと思ったら、その次の日は、シアンスポで学生に向けて講演をしたり、本当に毎日、違うことが起こります。それが秘書としては、大変ですが、面白い部分でもあります。 He's working 24 hours, so you know, I used to get phone calls 5 or 6 in the morning. 玉井会長は本当に世間の人からは、偉大な人物として知られています。本当にその通りなんですけれども、いいアイデアが思いついたりすると、それを夜中でも人に伝えるために電話せずにはいられなくなってしまうような無邪気な一面もあります。ですので、足長で働き始めてから電話を持ってベッドに行くのが本当に怖くなってしまいました。会長はもう一生涯足長で休みなく働いてたので、私が週末に家族と一緒に過ごしている時に、日曜日の朝に電話がかかってきて、今何してる、何時に家族との時間が終わるって言って、日曜日に事務所に呼ばれてミーティングをすることも過去何百回もありました。東日本大震災で親を失った子どもたちなどの学習意欲を高める。私は2歳の時に父親を亡くしたので、玉井会長からは、とにかく本を読みなさい、勉強しなさいで、リーダーになって、もっと困っている人たちのために、役立つような存在になりなさいっていうことをいつも言われていました。 Age doesn't matter to him, I guess, and he may be physically getting weak.But his mind and his heart, I mean, they're still as young as, I don't know, any of us. 玉井会長は、私の父であり、人生の師であり、で、世界中のすべての維持にとっては、追いかけるべき本当のリーダーだと思います。私はこの頃、年を取ってから非常に朝が気持ちよく起きられる。前のことを引きずってこないで、毎日日々新たに新鮮な気持ちで目覚めますね。で、そこから一日が充実して始まり、そして次の日も同じ。どんどん加速度がついて、いい人生が毎日作られていくというふうに考えてますね。たまちゃん、OK よ。足長は世界の医師たちのために、上の学校、高校とか大学に行かせるという目的と同時にですね、世界の賢人達人がその知恵を出し合う、世界の若者たちが連帯してこの運動をさせ、大きいものにしていく、これが私の一番最後に望むことですね。多分うまくいくでしょう。私はたまちゃんです。